はい、皆さんこんにちは、コンチェルトムーンの島です。ですね、スクールオブメタルに2回目の登場となったわけですが、今回はですね、自分的にも非常に、こだわりのある、右手という、なんかすごく大雑把なテーマだと思いますが、やっぱりこう僕の中で、まあ当たり前ですけどギターは両手で弾くものですけれども、自分のこだわりのある、自分が憧れたような人たちのようなトーンで、ギターを弾きたいっていうのは本当にずっと、自分がこだわりを持って取り組んでいることなんですね。今も取り組んでいて、現状2019年バージョンのお話をするみたいな、これはこうどんどん、こうレベルアップをしていこうとしているわけですね、僕も。なので、来年お話をすると全く違うことを言う可能性もあるんですが、現状で自分がイメージするものを追い求めて、たどり着いているようなやり方というのを、多分これを見てる方は先ほどまで大音量でですね、説明していたかと思うんですが、なんていうんですかね、その場で聞いただけではいまいち分かりにくいこともあるでしょうし、あの時言ってたのはどうなんだろうって思うことのためにこの素晴らしい企画として復習用 DVD があるわけですから、かいつまんでポイントポイントでこの復習 DVD ではお話ししようと思います。ピックの角度っていうものに、ちょっとこだわりがありまして、自分が子供の頃に見たようなものとか、憧れたような人たちとかを、僕の子供の頃は YouTube もありませんでしたからなかなか見れなかったんですけども、それこそ懐かしい話になりますが、フィルムコンサートとかでリッチ・ブラックマンを見たりで、ゲイリー・ムーアを見たり、その後にはライブビデオとかがちょっと一般化してきましたので、それでアルカトラズのイングベイですねを見たのが割と大きな、ターニングポイントになっていて、いまだにやっぱりあのアルカトラズで出てきた頃のイングベイのピッキングの感じとかっていうのは自分の中で理想の一つだったりするわけですね。まあもちろんいろいろあるわけです。エディ・ヴァンヘイレンだったり、ゲイリー・ムーアのこういう部分であったりとか、リッチ・ブラックマンのこういう部分であったりとかっていうのはあるんですが、大元にそのまあ僕は早くもプレイしますから、そういう部分においてはやっぱりあのアルカトラズでやってきたイングベイの右手の感じっていうのが、割とベーシックな基本の部分になっていたりするんですね。それまではなんて言うんですかね、とりあえずスピードを上げてピッキングしようなんていうことになると、こういう感じでこう腕をこう強く振ったような感じになってたんですね。こういう感じですね。こういう感じでやると、まあそれはそれで圧力も出ますし、あえてそういうピッキングで圧力を出そうとするときは今もあるんです。ですが、根本として非常にクリアに、クリアな音質で、今僕はすごく、アンプから出る音が過激に歪んでいるわけではないので、そういう、ストラトキャスターらしいクリーンな音色で、しっかり楽器を鳴らして、なんていうんですかね、言葉で言うと滑舌よくギターを弾くっていうところを考えた時に、まあこういう感じで、ラフな感じでやっているとやっぱりちょっとなんていうんですかね、言葉尻が汚いというか、言葉で言うと滑舌が良くないみたいなことに、なったりすると思うんですね。なのでピックをどういうふうに、弦に当てるかっていうところっていうのが、まあ基本のパターン、これはまず基本のパターンです。基本として考えているのは、極力弦に対してピックをフラットに当てる意識を持つということですね。まあフィンガーピッキングという言葉の反対として、ピックを持ってピッキングすることをフラットピッキングっていうんですね。フラットなものを持って、ピッキングするから
っていうことなんですが、やっぱりこういうピックっていうものは、僕はこういうティアドロップのものを使っていますけども、どういうふうに弦に対してピックを当てるかっていうことですごく音は変わってくるんですね。で、特に僕はストラトキャスターを使っておりますので、やっぱりよくストラトキャスターを使っている人の中で、ストラトキャスターは割とこう音が細いとか線が細い音がするとか、どっちかというと、ちょっとトレブル寄りのキンキンした音がするっていうような印象を持っている方が多いと思うんですね。まあもちろんストラトキャスターの特徴としてそういうのはあるんですけども、レスポールだとか、ダブルコイルのピックアップがついているようなギターに対して言うと、シングルコイルで、というストラトキャスターはやっぱりそういう特性はあるんですけども、その中でやっぱりストラトキャスターはじゃあ低音は出ないのかとか、言うと、もちろんそんなことはないわけですよね。だからストラトキャスターを持っているポテンシャルを生かしてギターを弾きたいと思っているので、そういう時にどういうふうにピックを当てるのか、弦に対してフラットにピックを当てる。フラットにピックを当てるわけですね。これが、この意識を持つということが割と基本になっているわけです。で、特に僕の癖になっていますが、そのエコノミーピッキングをするとか、よくギターの雑誌に取材してもらった時とかに言われたりするんですが、あれ僕の中では本当にカッコをつけて言うんじゃないんですけど、エコノミーピッキングをしようなどという意識は僕の中には全然なかったんです。まあヒントになったのがアルカトラズの時のイングウェイのピッキングのパターンなので、イングウェイがそういうピッキングパターンを使っているので、それがを自然と真似た形にはなってるんだと思うんですが、と5弦を3音弾いた後にダウンアップダウンで弾くと、次の弦は必然的にアップになるわけですよね。これをダウンアップダウンダウンダウンアップダウンダウンと弾くのがエコノミーピッキングと言われてるわけですが、そういうピッキングの手順をしようと思ってやったわけではないんです。じゃあなんで僕がそういうエコノミーピッキングと言われるものが癖になったかというと、そのさっきも言いました、基本的には弦に対してピックを平行に当てていきたいという意識でっていうふうに押し出してピッキングするのが癖になったので、エコノミーになってるんですね。なのでよく言われる、僕の知り合いとかには、指がくねくねしててピッキングするときに指がくねくねしてて気持ち悪いとか言われるんですけども、それはこうタタタタとと次の弦に対してフラットにピックを押し出そうとしているから指がくねくねするんですね。こうなるわけです。これはフラットにピックを当てようとする意識の現れなんですね。それはなぜかというと、やっぱり今みたいにこういう低音源から高音源に対して上昇していくようなスケールライクなものを弾くときに、当たり前ですけど低音源は弦が太いので音は太いわけですよね。で、高音源に行くにあたって弦が細くなるので、音はよりトレブリーな、ちょっとヒステリックなトーンの方に寄っていくわけですけども、よりその細い弦、高い弦の方ですね、をフラットに捕まえることで太く音を出そうとしているんですね。全くトーンが変わらないことはないんですよ。当たり前なんですね。弦が変わるわけです。だけど高い弦の方の音を太く出したいと思っているので、ここなんか特にそうですね。4弦から3弦のとこなどは、4弦は巻き弦ですけど、3弦はプレーン弦なので、これをしっかり上のトップの弦をフラットに捕まえていくということをしないと、どんどん音がか細くなっていくし、そうなるとこういう速くスケールライクな動きをするときに、ブワッ
ってこうブルーっていうところはなんとなく聞こえるんだけど、あで上が説得力のない感じになってる人をよく見かけますが、そういうことだと思うんですよね。やっぱりトーンを強あの太く出せてないみたいなところで、速さを追い求めるあまり、やっぱり速さを追い求めるとやっぱりこう斜めにピックが入って擦るようなピッキングをすると、当たり前ですけど弦に対してのピックの、 あの摩擦を受けるというか抵抗が少ないじゃないですか。なので、早く弾こうとするスピードを追い求めるあまりと弦を擦ってるようなピッキングをしているギタリストをよく見かけるんですね。あの速いとされているような人で、でもやっぱり僕は逆に言うとトーンを犠牲にしてまでそのスピードはいらないんですよね。安直にスピードを上げるために弦を擦るとか、なんていうんですかね、ちょっと明瞭度の下がるトーンで、スピードを上げていく。で、ビジュアルを見てるとこう指はこう動いてるわけですから、すげえ早く弾いてる感が出るんですけど、で音もチャキ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 とか言うので擦ってるのでね、あの早くスピーディーにプレイしている感は出るんですけど、先ほど一番最初に言いましたように滑舌で言うと、例えばアナウンサーの人ってアメンボ赤いなアイウェオって言わされるわけじゃないですか。でもこれアメンボ赤いなアイウェオはどれだけスピードが速くなってもアメンボ赤いなアイウェオに聞こえないと。アメンボ赤いなアイウェオはこれは聞こえますよね。でもアメンボ赤いなって俺はアメンボ赤いなアイウェオと言ったと言われても、いや明らかにアメンボ赤いなアイウェオには聞こえないなというようなプレーになるのが嫌なんですね。なのでこう言うとなんかちょっと自分を自虐的に言いますが、デビューした当時の方が僕はスピードで言うと早くプレーしています。やっぱりもっとゲインも高い音で、今ほどこのこだわりを持っているピッキングも形になってないので、その今言っているようなスピードを追い求めるあまりというようなピッキングになっていた部分とかっていうのが今思うとすごく強いんですね。やっぱり今自分が培ってきたピッキングでそういうような速いプレーをしても、ちゃんとさっきのアメンボ赤いなアイウェオではないですけど、ちゃんと言っていることが伝わるようなものでプレーするっていうことが、まあなんとかスピード的にもなってきているかなとは思うので、以前より明瞭度が高く圧力のある音で音も太く出してスピーディーにプレーできているとは思うんです。ですがこれはまたさっきも言いましたが2019年の現在の、ことなので、来年話すると、いやあの頃の俺はという話をするとは思うんですが、そういうふうにこだわりを持ってやってるわけです。なのでこのくねくねするのも弦を次の弦に対してフラットに当てる、この今あえて強めにアクセントつけましたが、その音に対してダウンでフラットにピックを当てるっていう意識のもとこういう動きになってるんですね。こういうふうにやるとというふうに早く弾いてもタカタタカ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 タってちゃんと言っていますよねなんですが、そういうふうにできるようになると思うんです。ロックギターにおいてはフラットにピックを当てるということだけでは表現できない、ものが必要なわけですね。特に、ハードロックヘビーメタルになると非常にエッジを効かしたようなリフとかをプレイしないといけませんよね。こういうものの時にフラットにピックを当てているがゆえに音は太く出るんですけども、なんていうんですかね、ガガ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 というようなこうキレのいい、エッジの効いたようなリフを弾いたりする時のこうなんていうんですかね、クランチーな感じ、というのがフラットにピックを当てるということだけをやっていると
表現できないんですね。なんですが、これがフラットにピックを当てるという意識を持っていくことの重要な部分なんですけども、フラットにピックを当てるという意識を持っているので、いかようにも角度を変えれるんですね。これがデフォルトがこんな角度になってるピッキングだと、もうちょっとエッジを効かせたいと言っても、こう手首もひっくり返るしかない。でここからこれぐらいの角度になったとしても、この変化は小さいんですよね。ですがフラットに当ててるところからこれぐらいまでエッジを効かせると、これは非常にエッジの変化が出るんです。これをこういうふうに当てていくとかっていうのが、こうエッジ、デフォルトがこういうふうになってると、もっとエッジを立てようとしてもこれでは変化が少ない。フラットに当ててみますね。ですがこれをエッジを効かした感じにすると、よりザッ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 という意識が、トーンが出るわけですよね。こういう変化がフラットにピックを当てるという意識を持っていくと、このピックの角度とかで、今自分が望むようなトーンであったり、そういうものとかをこうピックの当て方によってコントロールすることもできるわけですね。これは特に、僕はリフワークであったり、ソロ、ギターソロを弾いてる時とかも割と使い分けるようにしているんですが、太く音を出す場合という話をしてみます。これはまあ自分の、多分本編の中でも自分のリフを使って説明したと思うんですが、例えば、ファイトトゥダデスという曲があります。こういう単音のリフなんですね。もちろん単音なので、太く音を出していかないと音の説得力とかがなくなってしまうわけです。なのでこういうリフに関しては、ミュートはあまり強くかけずにピックをフラットに当てる意識と、あとというピッキングハーモニクス気味に行く音があるんですが、その時だけちょっとエッジを立ててという変化をつけてるわけですね。なので右手を見てもらうと、というふうにピックの角度がちょっと若干ですけど変わってるのが分かると思うんですよ。ってやると単音、特に単音のリフですね。単音のリフなんかを弾く場合なんていうのは、やっぱり音を太く出すという意識を持っておくと、バンドのアンサンブルの中でもギターリフが単音なんですけども、ちゃんと、存在感のある感じで弾けて、圧力が出せると。で今聞いてもらったら分かると思うんですが、ストラトキャスターなんですが、やっぱりこういう風にピッキングすると低音源、単音なんですが低音源も太く出せる。っていうような感じになるんですね。でこれは今太く出すっていうところをやりましたが、これもう一個僕のリフで「アローン・イン・パラダイス」という曲がありますね。古い曲なんですが、この曲は、非常にシンプルなリフなんです。弾いてみますが、スピードは速いですけどシンプルなんです。やってることはっていうリフなんですね。これこのリフは実はすごい難しいんです。なぜならばこのルートの部分ですね、 F シャープ親指で押さえているルートですが、ここは太く出したいのでフラットにピックを当ててるんです。ですがっていう、単音で動いてる部分っていうのは、これスピーディーな曲ですから、ちょっとスピードではなくてスピード感ですね、を演出したいので若干エッジの立った音で弾いてるんですね。なのでピッキングがで、このジャーンジャーンっていうコードは太くコードを出したいのでフラットにピックを当ててるわけです。でこの単音も太く出してるわけです。なのですごく
細かく右手の技術を使ってるんですね。そのさっきも言いましたね、若干トーンの変化みたいなのがついてるのが分かっていただけるかと思うんですが、そういうふうにやっていくと、こう一つのリフの中でもピッキングの角度等を細かく、調整しながら自分のイメージするような感じにリフを表現することができたりするんですね。これは僕はどっちかというと、これは先ほどイングウェイが下敷きになっているみたいな話をしましたが、このリフに関してのピックの当て方はやっぱり大きく影響を受けているのは実はエディ・バンヘイレンであって、エディという人は非常にリフメーカーですし、多彩なリフを、いっぱい生み出している方ですが、コードワークを使うようなリフもありますよね。こういうコードワークを使うリフもありますが、すごく単音のリフが多いんですね。例えばサンバディゲットミアドクターの途中に出てくるところとか、ああいうところとかもエディは音が太いとかって、ハンバッカーをつけているからだ、マーシャルをブースト しているからだとうとうよく言われますが、もう明らかに右手の技術だと僕は思っているんです。でその、多種多様なリフの中でコードを弾くときはどういう感じなのかとかっていうようなのの使い分けが、もうああいう世界の流れを変えたような天才が僕のように細かく考えているとは思えないんです。実はこんな感じで弾くとこのリフかっこいいよなってやったらそうなってるだけだと思うんですけど、ああいう天才は、だけどまあ我々凡人はいろいろ考えないといけませんから、考えてみたところすごく多種多様なピックの当て方とか、をしているんですね。そういう部分とかっていうのがは僕はすごくエディリフを弾くにあたってはすごくエディがやっている、まあ弾いているリフは僕はヨーロピアンな様式美と言われるような音楽をやっているので全然種類は違うんですが、リフに対するアプローチという部分で言うとすごくエディのやり方というのを参考にしています。今のアローンインパラダイスというリフを弾くにあたってもこのルートの部分を太く出して、トップで動いてる音にエッジを効かせる、でそこにアクセントがあるっていうところを際立たせるなどというのは典型的なエディが単音リフを弾くときに、やっているような手法だとも思います。でエディもあの人はこうピックを持つのですごく特殊ですけども、すごくこうフラットなんですけど、こう有名なこのハミングバードの時とかもそんなにこうフラットにピック当てるのでこう手首が前に出るんですね。こうやってやるわけですけど、そうやってるがゆえに角度のピックの弦に当たる角度の変化がすごくあるんですね。こうちょっとこう気持ち悪い動きになりますが、こういうそういうものをやりながら、やっていくと、今まで自分がコピーしてみたけどいまいちその本人のニュアンスに似ないなとか、いうことがあると思うんです。例えばビッグなコードを鳴らすときとかに、例えばみたいなね、ビッグなコードを鳴らすリフってありますよね。こういうビッグなコードを鳴らすリフのときとかはやっぱり、ピックを当てる位置も考えないといけないですね。フロントピックアップ寄りでやるとちょっと音は甘くなるんですが、弦が大きく揺れますからテンションのかかってないところでピッキングをすることになるので、ブリッジあたりはテンションかかってますからすごく張りが強いんですが、この辺はやわいですよね。このあたりでピッキングすることで弦が大きく揺れますから、そこに対して
弦ピックをフラットに当てることですごく大きくギターを鳴らすことができるんですね。とかでもいいんですが、こういうビッグなコードを鳴らす時とかっていうのはそういう風にした方がいいんですね。これが音を太く出すというところにもつながっていくと思います。だし非常に僕がよく弦高が高いとか言われますけど、これもやっぱりピックを強く当てて、ピックを、強く当ててじゃないですね、ピックをフラットに当てて大きく弦を揺らすマージンが必要なんですね。よく言われることですが、弦高が高い方がギターが鳴るとか言われますけども、それはなぜかというとやっぱり弦が揺れるからなんですね。やっぱ弦高が低くなっているとすぐフレットに当たって弦の振動が抑えられてジーってバズが出たりしますけども、そういうことのないようには、僕は自分のプレイに合っているのでそうやってセッティングしてるんですが、別に弦高を下げたってギターが鳴らなくなるわけではなくて、こういうふうにピッキングであるとかピックを当てる位置だとか、そういうことで大きく弦を鳴らすことは可能なので、自己自分のセッティングのギターのままでも大丈夫なので、こういうふうにやってもらえると変化が、分かってもらえると思います。あとそのロックギタリストらしいエッジの部分とかっていうことなんですけど、そこも僕は基本的にはその先のアローインパラダイスのリフでやりましたが、そういう時っていうのはややエッジが立ってるような感じ、フラットに当ててるのがこれがデフォルトだとするならば、ややエッジが立ってる感じ、これぐらいの感じをリフの時は、デフォルトにしています。よくあるパターンで言うと、基本のパターンですよね。極端にやるとこういうことですね。ここまで極端にはやってないんですよ。ですがこういうエッジっていうのは必ずロックギターにおいては必要だと思います。こういうエッジが効いてないリフとかを聞くと圧力がないですよね。ちゃんと音は鳴っていますし、リズムがあっていても、これではメタルらしい、ハードロック、ヘビーメタルらしい圧力がやっぱギターのリフにないですから、こういうふうにこういうリフとかもそうですよね。こういうものとかもこういうふうに、でもここもやっぱり僕はルートの部分は太くフラットに当ててで、ややピッキングハーモニクス気味に鳴らすみたいな意識を持つと、こういうリフの圧力が上がると思います。こういうふうに圧力が上がると思います。これは基本的にはそのソロギターを弾いてる時も同じです。例えば人のフレーズばっかりでやるのもなんですが、例えばハイウェイスターの有名な決めがありますね。この決めを子供の頃コピーした時に一生懸命こうやってやるわけです。やるわけですが、リッチ・ブラックモアはもう耳に噛みつくようなトーンで弾いてるんですよね。あれ後々もう大人になってから謎が解明されましたが、すごくリッチ・ブラックモアはブリッジ寄りで、このさっきと逆ですね、さっきコード弾くときこうテンションのないところで言いましたが、このテンションがかかるところ、ここキンキンした音出るんですね。このあたりで非常にエッジを立てて、で非常にラフな感じでピッキングしてるんですね。先ほどと全然トーンが違うのを分かってもらえたと思うんです。これ綺麗にフラットにピック当ててる。
全然違いますよね。こういう部分とかっていうのはでもここまで極端にないに極端ではないにしよう、あの変化がつけれると思うんです。例えばさっきのスケールライクな動き、律儀に弾くって言いましたよね。こういうここで終わるわけではないじゃないですか。なのでで上がるときにこの一弦上で、上がっていくところに若干角度をつけたんですね今。そうするとどういうことが起こるか、どういうふうに聞こえるかというと、さっきも言いましたがギターを弾くにあたってスピードももちろん大事ですが、スピード感って大事だと思うんですよ。あの実速がどうであるとか BPM がすごく速いとかっていうことでは、表現できないスピード感というものを人間は感じると思うので、例えば先ほどのハイウェイスターなんていうのは昔はスピードナンバーと言われてたわけですよね。今の時代の感覚で言うと BPM で言うとそんなに速い曲じゃないですけど、あの曲はやっぱり今聴いても恐ろしいぐらいスピード感があるんですよね。そういうものが表現できている、バンドで表現できているっていうことの表れだと思うんですけど、そういうものっていうのはこういうリードギターパートとかにもあると思うんです。なのでという律儀に弾いていくで弾いていくと確かに粒は揃っていますし、非常に均等にいっていますし、最後までフラットにピックを当てていられているので一弦も音太く出てますしいいんですが、スピード感には乏しいわけですよね。と一弦のところで若干、エッジを立てていったことによって、なんていうんですかね、こういうふうにスピードが上がっていったニュアンスっていうんですかね、そういうものが表現できると思います。こういう変化があのフラットにピックを当てるという意識を持っておくとつけれるわけですね。まあ多分本編ではもうちょっとしつこくこの話をしているとは思いますけども、まああのかいつまんで言うとこういうことなんですね。で、あのやっぱりその自分の中でそのスピード感とトーンっていうのは実はすごくこだわりのあるところだったりするので、こういうところに意識を持って、ギターを弾いていただけると、多分今までコピーしたような曲だったり、例えば自分的にはうまくやれてるなと思うようなものだったり、そういうものとかにもなんか、その大元のその有名なギタリストのプレーと比べると音は合っているのに速度も同じ感じで弾けているのに何か違うなと思うものとかっていうのは多分あると思うんです。僕はすごくあったんです、子供の頃。なのでそういうことを感じていらっしゃる方とかっていうのは、こういう細かな変化、というかこれ細かいんですけどすごく重要なことだと思うんですね、ギターを弾くにあたって。そういう部分とかっていうのを、ちょっと見直していただけると、これから今まで自分がコピーしていた曲もこれからコピーしようとして取り組む曲とかに対してもやっぱり変わっていくと思いますし、そういう意識を持ってギターを弾いていただけるとやっぱりあのよりあのなんていうんですかね、あの自分の思うものに近づいていく喜びみたいなものも感じていただけると思いますし、あのまあ逆に言うと非常に泥沼のようなものにはまる可能性もありますが、僕のように30年悩み続けるっていう、ありますが、でもやっぱりこういうふうに取り組んでいけるとその自分がイメージしたようなトーンに近づけた時とかっていうのはもうこの上ない喜びを感じたりするわけですよね。そういうものとかもやっぱりギターを弾くにあたっての、一つの喜びだと思いますので、こういうところに、意識を持ちながら弾いていただけるようになったら、幸いであると思っております。なのでまあ、あの多分僕はスクールオブメタルにはたびたび登場すると言っているので、次回なのか次々回なのかは分かりませんが、また登場した時にあの時はこう言いましたがって言いやがったなっていうのも楽しみにしていただきつつ、今回はこの辺でお別れしようと思います。皆さんありがとうございました。